西暦2205年、歴史の改変を目論む歴史修正主義者により過去への攻撃が始まった。時の政府より歴史の守護を命じられた山陽は、かつての刀剣を目覚めさせた。人の形をとったそれらを刀剣男子という。ここで明智光秀を殺すのも歴史改変としてありってわけか。ここから先は本当に歴史がひっくり返るぞ。いざ出陣。映画刀剣乱舞。目的は一つ、織田信長公暗殺。